には綱本、茂庭綱本は、安土桃山時代から、江戸時代の武将。道の区、出羽の戦国大名であった仙台藩主伊達家の重臣。天文十八年、伊達軍小屋館上尾には吉忠の着難として生まれる。天正三年、父の隠居に伴い家督を相続し、長井軍河合上主となる。天正十三年十一月の一鳥橋の戦いで、父、 左月祭は伝軍を務め主君、伊達政宗を逃がすために奮戦し打ち死にした。天正十四年には、武行職に任ぜられ、天正十六年には、足立軍百名義上主となり、所領五千国に加増された。天正十八年、欧州市沖に伴う、事業再編により、柴田軍馬マベ上手となる。 同年に発生した火山大崎一騎を正宗が先導していたことが露見すると、豊臣秀吉への弁明のために刑に派遣され、以後秀吉との接衝役を務めることになる。天正19年に正宗が岩出山に現天保されると、岩井軍赤荻上主となった。文禄元年、文禄の役の際には、非全国名古屋にあって留守居役を務める。この 秀吉が鬼が庭にいるのは縁起が悪いという理由で生をも庭に改めさせたという。同年、長男、安元が病死したため、八万氏に養子に出していた次男、両綱を呼び戻して後取りとした。秀吉が綱元を機に、入り直進として滅し出そうとしているとの噂を耳にした正宗は、次第に綱元を疑うようになり、ついに文禄四年、綱元は、 政宗の命により、両綱に家督を譲ることを迫られ隠居に追い込まれた。この時、綱本に与えられた隠居料はわずか百国に過ぎず、加えて隠居料以外の収入を得た場合にはヨ綱が、相続したモニワ氏の本領を五千国をも、没収するという条件が付けられたため、奮撃した綱本は、伊達家から出奔した。この時、本田正信を介して、 徳川家康から誘いを受けたものの、正宗の方向が前により、破断となる。綱元の境遇に、委託同情した家康は、中白鳥家あり、虎川の倉服、紫チリめんの手綱を送り、また、当座の資金として、赤八州の天馬十匹の衆院城及び、永楽寺に二百貫分を与えた。中白鳥家ありは現存し、昭和四十八年七月一日に、 松山町から文化財指定を受けている。慶長2年、斜面されて、伊達家に復帰する。慶長5年の関ヶ原の戦いでは、山形城主、もがみ義光への援軍第一陣として留守、正影の指揮下に入る。綱本は、正影の命により、別動隊を率いて、長い方面へと進行し、9月25日に、勝田軍湯原城を攻略すると、さらに、 二宿峠を越え高畑城へと向けて、兵を進めていたが、正宗の命令により、突如として、八代影よりらと共に、福島兵の兵力不足を補うために呼び戻され、十月六日に、上杉家重信の本城茂長が牢城する、福島城攻めに参加するも攻略には失敗している。同年末、隠居領として改めて、栗原軍文字1千百国を与えられる。 慶長6年9月に、正宗が上落する際には、すでに不審が始まっていた、仙台城の留守居役を任され、さらには父、左月祭が、伊達明衆の代に務めていた、表情役に就任し、6人制の武行職の上に立って、これを指導、監督した。翌慶長7年には、正宗がかつて秀吉から賜った、愛称、公の前を下げ渡され、 正宗と河野前との間に生まれた和ズ和カズは、綱元の子として育てられることになった。慶長九年、正宗の逸夫、総綱が栗原郡岩ヶ崎城主になると、表情役の職に泊まったままその貢献役を命じられた。総綱は、仙台城下の綱元の屋敷で養育され、岩ヶ崎城下には、城の管理にあたっていた、綱元の家来たちが住む町場が置かれた。 慶長19年の大阪冬の陣では、正宗の長男、秀宗の陣に属し、翌慶長20年2月、秀宗に、伊予国宇和島10万国が与えられると、綱本は与綱と共に、宇和島に赴いて、宇和島藩の統治機構の立ち上げに携わり、同年4月の大阪夏の陣には、宇和島城から出陣した。現在4年に、宋綱が創生すると、 その菩提を弔うため入道して、両安ダカウントをし、高野山上寿院に赴き3年間にわたって、供養を行った。帰国後、正宗より、宮城軍へ、愛子のクリオに館を配慮すると、以後はここに居住した。官営13年5月24日に、正宗が死去すると政務を離れ、クリオの館を五郎八姫に譲って隠居寮の文字に、陰性する。翌年には同地に、 ホラズミ泉院を創建し、その境内にマッサムネのために、阿弥陀堂を、宗綱のために、明覚堂を、それぞれ建立した。マサムネの四回忌にあたる寛永十七年五月二十四日死去。去年九十二、ライズミ泉院の石仏をもって、破壊死とした。隠居領は三男の実元が相続した。ありがとうございます。